いちごミルキー。皆さん取り乱してすいませんでした。今回ですね、見てわかる通りいちごミルキーさんからご連絡が来ました。いや嬉しいね。これまでみんなでバトルでさ、こういちごミルキーさんと当たったらテンション上がるみたいなことをね、僕言ってたんですけど、奇跡的にね、いちごミルキーさんがその動画を見てね、僕に連絡してきてくれたんですよ。いや最初はね、本物かって疑っちゃったけど、いや調べてみるとね、やっぱ本人だったわ。そして2つコースいただいたんですよ。今回いただいたコースはね、この画面のコースなんですけど、このいちごミルキーさんのいろんなコースを見てみるとですね、このコースがあったんですよね。簡易版いちごミルキー一式スピードラン幻想って書いてますね。これでもね、クリア率は 0.22% でめちゃくちゃ難しいんですよね。さっきのは 0.00% だったんだけど、今回ね、このコースをやっていきたいと思います。簡易版いちごミルキー一式スピードラン幻想。クリア率 0.22% でも結構難しいと思うんですよね。まず最初はこれはどうすればいいんだろう。これをこうこれで合ってるかな。で、このまま行くみたいな。なるほど、いけないのか。それじゃあ、この亀を投げてね、クリボを踏んでいけばいけるんじゃないかな。よいしょ、OK。おっとっとっと、うおっ、待って、結構いた、結構いた。そういうことか。いや 0.22% だからね、結構難しいと思うんですよ。でここジャンプ、ちょっと待って待って待って、違う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 、うわめちゃくちゃやん、めちゃくちゃやん、ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん分かりました。これはですね、上のバネを使って甲羅を投げてこんな感じでいけばいいってことが分かりました。おお、いったいったいった。そして次は、なるほど、左下にオンオフがあるね。あれをボム兵かなんかで爆発させて変えない一見っぽいね。オッケーオッケー、で右、そしたらいけるみたいな。でで分かんない、ここか。あ、なるほど、下の間すり抜けていくのか。多分さっきのところピンクコイン取った瞬間に壁キックすればいけると思うんですよね。壁キックしていってこんな感じかな。よし、 OK。 でオンオフして、で矢印の通り進んで、次はドカンか。了解。いや、やっぱ結構難しいな。でこれ壁ジャンプの、これ回転ジャンプか。 OKOK。 そして、あ、どっす、あぶねえ危なかったね今。いや、しかし意外といけるもんだね。そしてこれはドッスン、今のドッスンのとこの赤コイン取ると無理だよね多分ね。あのドッスンのところに一回止まらなくちゃいけないと思うんですよ。止まって赤コイン取るみたいな、多分そんな感じかな。でここなんだよな、ここは一回止まっていくみたいな。あ、そうそう、こんな感じでバネ使って、ここは針に気をつけながらジャンプだね。多分あれ超えたらゴールと思います。残り時間もそんななかったしね。でこのコースね、クリア率が 0.2% 台だったんですけど、 0.2% 台ってこんなに難しかったっけって思いながらねやってるんですけどね。まあ今まで結構激ムズコースをやってきてるんですけど、このステージだけはですね、あの 0.2% 台の域を超えてるような気がします。たった30秒のスピードなんだけど、この30秒の間に結構することが多いんですよね。手が忙しいっていうのかな、それと覚えることが多いからマジで難しい。30秒だからといって甘く見ちゃダメだねでここのドッスンはスピランなのにね、止まらなきゃいけないっていうのがね、若干癖なんですよ。そしてもうそろそろねクリアできると思うんですけど、よっしゃやったー、クリアできました。いやー、ほんと難しかったなーこのステージ。これで簡易版だもんね簡易版じゃないやつ絶対やばいよね。はい、それじゃあこのクリアした人4人の中の1人に入ることができました。さっきので終わろうかと思ったんですけど、ちょっと僕の好きそうなコースがあったんでやっていきたいと思います。これはですね、いちごミルキーさんの慣れれば簡単っていう人画面コースですね。まあ僕は人画面コースめっちゃ好きなんで、ちょっとこれを見た瞬間興奮しましたね。それじゃあ早速やっていきましょう。慣れれば簡単、どんなコースなんだろう。まあ扉入りますよね。扉入ってどこに出るんだ。なるほど、やることはドアに入ってマリオが出た瞬間クルリンってするだけなんだけど、これが本当にマジで難しいんですよね。一応こう見えてもクリア率 1% だもんね。よし、みんな見てくれ。いや、こっちみんな、いや、あと1回なんですよ。あと1回でゴールできるよ。これいけるでしょう。
よし、次こそ行ってみせましょう。これでいけるでしょう。はい、よっしゃやったぜこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。